やっはろー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジラジオ芸人ハマーです。はい、現在1月16日月曜の午前12時8分ですね。さて、便利屋斎藤さん異世界に行くにはですね、 D アニメストアで見ていこうと思います。結構1話から面白かって、刺さる人には刺さるアニメやなと思いましたね。面白かったですね。多分ショートコントの詰め合わせみたいな。はい、なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。いきます。3、2、1、スタート。初オープニングやな。この田中翔さんってよう見る名前やな。ライルザ・ラ・ファンパン、モーロックね。ライルザが可愛かった。しまった、オープニング誰が歌ってたかみんな忘れてた。斎藤さんができること、うなぎを食す。よし、ちょっと今回からメモリーがいってみようか。うなぎ、初めてメモしながら見ます。あ、また喧嘩もらってる。あ、これメベナだけか。蒲焼きにするために、なんでライルザを殺す手になってんの。ライルザが可愛いな。関西のね、蒸さない焼き方。タレどうすんだろうね、タレ。ライルザがかわいい。あ、調理師免許持ってんねや。めちゃくちゃ分厚いな。あ、タレはないのね。ほんでまずかったりして。どっちうまいんかな。うまい。
ライルズ佐藤のこと好きっぽいもんね。ヒドラ、罠の考察。これは何だと。こんな切れへんのかいな。ああ。こんなにスライム、おお、溶けてる溶けてる。おお。金属だけは高す。ははは。なんでモーロックがどつかれたんやろ。エルフと原始的な進化。腕ひしぎや。魔法はいらんけどかけてもらうのが好きやと。変態やった。傷を見るのが好きやった。うん、瞬間は変態やったね。舐めたぞ。嘘じゃないかこれ、ほんまかな。嘘かい。嘘やな、やっぱ。いや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 、よその国にあれたまおう。
あ、王と間違われるのかな。あ、違うか。あ、反乱。え、この二人とも。千葉茂さん。あ、これ魔王とチェスしてたってこと、これ。あ、これ有利。魔王かい。ほんまにジュラハンみたいな。次は斎藤の解決できないこと。あ、まだ腰。これの何が斎藤が解決できへんことなのかな。ん？金をどっかに仕送りでもしてんのかな。そうなんや。あ、ほんでこんなちっちゃいのか。ラファンパンにそんな秘密があったとはね。
ああ、じゃ、なになになに。ああ、吸い込まれた。なんで二人だけ？なんで二人だけや。鋼鉄の死神。大迷宮がなんて。か、仮想か。じじいて。ライルザ。でかゴーレム？アイアンゴーレム。鋼鉄の極みってこういうことか。お、おお、斎藤が戦ってるやん。なんか道具持ってんねやろな。これ何これ？ああ、鉄溶かすスライム。マジか、ここで。ああ。ここで。お、2話にして主人公失踪？そう、どうやって来たんこれ。一番も最後死にかけてたよな。うわ、骨が。
あばら骨が解放してるやん。ポーションかな。天使の任務。口移しでもすんのかな。口移しててバレるんかな。いやー、ライルザいいねー。あ、田所あずささんいた。あ、千葉しげるさんいたね。森勝治さんもいたやん。マジか。北斗の拳やぞ。森勝治さんって柊やったっけな。ボリビアのエンディングみたいな。この子回復術のやり直しみたいな。あれ自覚なあったっけな。あ、終わった。24秒ちょうどね。はい、ということで、この便利屋斎藤さんに世界行くに関しては、とにかくあの何サブタイトルが多いので、ちょっと このアニメだけはメモしながらいきます。今回こんな風にメモしました。はい、まずうなぎですね。まずうなぎを食すってことで、ライルザがヌメヌメが苦手やってことで、こうねモーロックの後ろにこう隠れてんのめっちゃいいですよね。鎧のままやけど。でそして、かつて食ったことはあるけどクソまずいぞと言うけども、まあ関西風の、まあ焼き方蒸し方だ言うて、岩塩でやったかな、うまいってなったわけやね。で、ライルザも食って、あなんかこう一人でこう何切り株に座ってこうパクでこうフィューンってなんかがこう真っ白の世界に行ったの良かったですよね。でこれを売り出してみろやって言うけども、何ヒュドラを食いすぎたらあかんからみたいな、そんなオチでしたね。次が罠の考察。ここで、何宝箱を見ながらこう罠を考察すると、まあいろんな宝箱への、考えは人それぞれだとか言いながら、なんかワイヤーカッターで切っておおってなったけど、ワイヤーぐらい切れるよ、あんだけいろんな武器あったらっていうツッコミはあかんかな。まあそこで出てきたのが、鉄だけを溶かすスライム。いやライルザ可愛いね。
なぜかモーロックが流れたのがおもろかったですね。次が、エルフと神官の話。まあ、エルフ、あれエルフは俺っ子なんかな、女子なんかどっちなのね。エルフはまあ魔法が使えないから、まあ、その代わりこう打撃で戦うみたいな。そして、神官は、人間の神官は、まあ、傷を回復させるというか、サポートを徹底するという中で、実はその傷を見るのが好きやと。まあ、変態でしたね。で、その傷が治っていくと、何、君が私の、なんつったっけ、君の中に私がみたいな、なんか言ってたな。で、最後なんか脇とか舐めてたかな。で、それを見てモンスターがハーハーなってるというオチでしたね。そして、よその国の魔王、まあ大臣が強かったですね。多分魔王が来たから、あれ王が直接出向いたってことかな。やけどあれって結局チェスの勝負してただけってことやね。でチェス仲間になって、今度はなんかその謀反を起こした兵士たちの代わりに新人が来たってことで、それが魔王やったという話。次、解決できないことっていうのが、ラファンパンがなぜ金に執着するのかという話やね。これが月光の精霊って言ったか。で、満月の時に、まあ、要は上納金かな、納めないと体がちっちゃくなっていくと。5年何もしなければ跡形もなく消えるとか言ってたね。まあそれで斎藤は何もできないなと思いつつも、なんかこう理由をつけて金貨をあげるっていう、まあ、優しさを見せてたっていういい話でしたね。で、鋼鉄の死神、でその、解決できないことの中で、その祝福かで金貨を払って開けた宝箱は天意の罠やったと。そして転移された場所で現れたのが、アイアンゴーレムやったってことで、まあここで斎藤逃げろっていうもののね、足手まといになりたくないからといって、まさか斎藤があのそのね、どこだったっけ、罠の考察でね手に入れたあれを使うとは思わなかったね。やけどこうぐちゃって握りつぶしたから、ここの骨が全部出てもうたのね。まあ、そこをまあ、貴重な薬を口移しでっていうね。で最後ラファンパンにこうなんかね、秘密ですって言われてはしゃぐ姿、めちゃくちゃ良かったわ。でも一つの謎なんは、どうやってこの異世界に来たんだっていう謎が今回出てきたかなっていう。ただこのアニメ今のところ 1,2 話に関しては、このラエルザの可愛さをなんか見てほっこりするアニメかなと、今のところはね、そう思ってます。まあ、あとはその斎藤がいかにこうね、前世で前の世界で役に立たずと言われたところを、こうやっぱり自分が必要とされることで、人生が変わったっていうところ、これって結構いろんな人に響くと思うんですね。自分もこうパフォーマーになって、ほんまに見てよかっただとか、楽しかったですとかね、また来てくださいだとか、まあそういうなんか手紙もらったりとかね、した時にほんまにやっててよかったなっていう喜びを得ることができるんでね、なんかそういうところに共感できる人にはね、刺さる作品じゃないかなと思います。はい、以上、便利屋斎藤さん、異世界に行く2話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。はい、ここからは僕の自己紹介です。興味のない方は切ってください。はい、自分はですね、世界唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして、子供向けのパフォーマー、これをメインでやっております。で、普段やればできる、諦めない、これを伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスしてますけども、現在、コロナの影響により、2年11ヶ月ほど、仕事がほぼない状態で、貯金でなんとかやりくりしてます。そんな中でいつの間にやら始めたアニメのリアクション、今日で1026日目ですね。おととしの8月18から、3年前の4月頭ぐらいまでの、リアクション動画ほぼ消し飛びました。おととしというか2020年からですね。はい、ゆえにですね、まあそんな悲劇を乗り越えてやってるんですけれども、13年以上使ってきたこのパフォーマーとしてのチャンネルでスタートしてしまったがために、新しくですね、昨年の9月14日に、パフォーマーとしてのチャンネル作りました。もう分けましたんで、ぜひね、そちらの応援もよろしくお願いします。毎日19時に1本だけ動画投稿しております。そしてですね、URL は説明文にありますんで、ちらっとでも見てください。そして過去のアニメのリアクションは再生リストに作品別にまとめてますんで、こちらもチェックお願いいたします。以上、アニメリアク職人ことマジラジオ芸人浜でした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。